チームピボットです。おそろ見えとる部分は全部おそろね。いい T シャツですよね。はい、はい、今日はですね、背中のティアリストをやっていこうと思います。前の胸もね、あれ再生回数何個ぐらい？今3万ぐらいって言って終わりでいい感じですか？おー、いい感じです、ね、絶妙だな、うん、伊藤さんパーソナルが詰まってるんで、さっといきましょう。裏話してんねん。じゃあ1個目からいきます、うん、チンニング懸垂でチンニング、はい次。もう岩つぼがなだろ、岩つぼがなだろ、もうこれだけやっとけば十分ぐらい。早いけ、はい、ラットプルダウン、ラットプルダウン、はい。うわー、でもこうかな、はい。おー、なるほど、やや下、うん、説明してくれた。ワンハンドダンベルローイング、ワンハンドローか、ワンハンドローか、よかった、なんか全部さらっといっぱい選んでくれてる、よかったよかった。あ、同じやね。いや、素晴らしい種目なんだけどっていう感じだな。いや、いい種目だよ、ベーシックだしね。マシンとかの方が上になるだろうなっていう感じはするかな、俺は。そうだね、僕もどっちかっていうとフリーよりもマシンの方を多用しがち。だから今回、ね、もう自分の好き嫌いで一旦いきます、うん、はい。弁当オーバーローですね。弁当オーバーロー、俺はここだな、ここだな、うん、同じだな。え、でもこんがり弁当ロー得意なのに、そうだよね。俺はその得意じゃないけどっていう感じやな、うん、でも最近そんなにやってないから、やってない、うん、いや、いい種目だと思う、うん、ワンハンドローよりかは確実にやる。こんがりさんとかが前沈めしてた DY ロー、そうですね、あのイージーバーでやる DY ロー、うん、ここだな、まあ、並ぶかな。え、マジ同じじゃん、オソロだから。じゃあこんがりだけ書いてもらっていい？次はプーリーローですね。プーリーロー、ロープーリーってことね。うん、あー難しいな。いや、ここに入れたいな。俺はここだな、このここワンハンドローとベントオーバーローの間と、うん、そう、俺ちょっと上、上かだから、あの S 寄りの A、 こことはちょっと差別化はされてるかな、うん、動画で前説明したシールローですね。シールロー、はい、10万。あー、なるほど、10万。これは僕はもう必死スモークでやっちゃってるから、僕は S に来ちゃいます、うん、ごめんなさい、でもこれは別に合わせなくていいよ、うん、いや、合わせるつもりはない。全く合わせるつもりはないのよ。プーリーローに並ぶよ、ここ見えるかな、見えんかもしれない、もしかしたら見えないですね。見えます、見える、ここ、はい。デッドリフト、デッドリフト、デッドね、難しいね、だからな、難しいね。まあでも俺ここかな、今の俺にとってはこうかな、難しいね。今床引きですね、一応床引きはね、また別もあるんで、うん、こいつだけ範囲内にしとくか。そんな殿堂入りってことにする？こいつだけちょっとあれだな、うん、こいつちょっとあの別枠で考えてます。なんか本当に難しい、こいつ背中だけじゃねえし、うん、足とか胸にベンチとスクワットが入るのは分かる、こいつは背中と言われた時にちょっとお前すごいいいやつだけどさ、うん、一旦ちょっと置いとかして。まあ一応俺はここに入れた、はい、うん、次ハーフデッドですね。いや俺、あ、そっか、ハーフデッドやったら、ハーフデッドは間違いなく背中の種目なのよ、うん、ただまあ僕はそんなに重要度はやってないしね。このデッドの上に入れとこう。あ、やめときはやる。うん。いや、トップサイドのデッドですね。それが入るんか。同じやね。うん。そうだな。まあ同じやな。わしはもう一緒にもう、うん、一緒でいいわ。うん。まあもうハーフデッドってことでいいや。はい。ティーバーロー。ティーバーローはどのタイプ？その、あのティーバーローマシン。そうですね。あの一番好きなマシンのです。マシンはその。ああ難しいな。ってなるとその一番好きなマシン。そうそうそう。重装ゴールドにあった持ち手が逆にできる。毎回言うよな。あの DY ロー的なティーバーローやったら俺ここに入れるわ。あ、そうなんですね、うん。あれマジで好きやったからよくやっとったもん。今もあるんか知らんけど。そう。かっこ重装。重装 GG って書いてあるね。はい。うん。コンゴレさんはどういうティーバーローを覚えられてるんですか？やっぱ僕普通のやつ。え、うん。あのバーベル片側にぶっ刺して。ああ、それで。VV ハンドルのやつ、ね。ほぼほぼフリーウェイトみたいなやつ。フロントプルマシン。ああ、ハンマーの。はい。ああ、僕がやっぱこのこいつらの下に来るって感じになる。フロントプル。A が多くなるな。でも、ここら辺かも。あんまり好きじゃない。あ、でもヌードのやつは良かったね。あ、良かったね。うん、まあハンマーのはここら辺かな。ローローのマシン。ローロー。え、DY ローじゃなくてローロー。ローローっす。ローローね。ローローね。ローロー。こっちね。俺あのローロー結構好きやったぞ。ローローのマシン。シールローの1個上。俺絶対シールローの方が上だわ。ローロー。はい。じゃあ次 DY ローのマシンですね。DY ローはね、プーリーローと並ぶぐらいかな。俺もそこだな。フロントプルよりは上やもん。あ、俺はフロントプルの方が上かな。ほんと、フリーロー、シールロー、ここと並んで、すごい、ごめん、ややこなるけど、一回見せてもらっていいですか。あ、でも待てよ、こないでよかったぞ。でも ここは、あれだ、一緒、ここ一緒、はい、はい、アイソローのマシンですね。アイソローだよな、はい、アイソローは俺ここです、はい、アイソロー。僕はまあ、ほんと、プーリーロー、DY ロー、アイソロー、ここに関してもいい
序列同じ、同じ、うん、でチンニングラットプルシールド同じの1個下フロントプルだから、フロントプルだけが抜けてる、うん、1個下でね、はい、うん、じゃあ次ハイロー、ハイロー、ハイロー、ハイローはじゃあここにしちゃおうかな。博多ジジイのハイローは、博多ジジイのハイローはマジでいい。でも俺は最近アナクラウンのエニタイムのハイローも割とこう最近っていうかもうここ1年弱はもう割と触れ合えとるから結構高め。僕はちょっと博多の GG だとしてここに並ぶかなって感じかな、うんうん、ちょっとねやっぱ DY ローアイソーローフロントプルに比べると最近はもうちょっと過去の一人になっちゃいました、うんね、上に偏ってるね、うんうん、確かにそうだね、うん、いい種目多いよね。そうだね。次はケーブルのプルオーバーですね。ケーブルのプルオーバーは S、B のマックス。あ、そうなんだ。あんまやらない、うん、いややるけど、だからハーフデッドの上、ここのさらに上です。ケーブルプルオーバー、デッドリフトを B の上に書いてしまったせいで、まさか来ると思わんかったけどさ別にデッドリフトも低いわけじゃないよじゃあ最後ですね、ダンベルのプルオーバー。ダンベルのプルオーバー僕にとってはもうここです効かないの、うん、もう分かんない、あの肩が壊れそうになるだけ。胸でしかプルオーバーやらんから、いや、まあ悪い種目ではないと思うんだけど、うん、自分にとってはっていうことね、うん、D プルオーバーはここです。 D、 D ティア。なんかね、ちょっとね、他いろいろかかりすぎちゃって、うん、あんまりやらなくなっちゃいました、ね、全部がちぎれそうになってしまう。レモンチャンネル、はい、以上。逆に D ティア出すとしたら、なんかある背中で、背中の勝負って他に何があったっけ。え、でもまあ僕そのデュアルケーブルラットプルとかは今の僕にとっては破壊力が少なすぎてやらんみたいな感じかな、ね、だけどあれは割と初心者にとっては向いてるね、うん、じゃあもう一旦書くとしたらデュアルケーブルは僕にとってはここ。まあ俺もそれでいいかな。アップとしてやったりはするけど、うん、なんか空いてなくてとかでやったりはするけどって感じかな。翔さんの動画だと、うん、はい、逆手のバーベルベントオーバーローとか、まあ、それが DY ローだな。 DY ローは一緒ですもんね。一緒やな。あとはマッスルアップっていう蹴上がりみたいな。できんなや、あの D とかじゃないいや、あの、そのいや、僕はできるんだけど、うん、あのアメリカ行った時できるようになったんですよ。ただ別にその背中のトレーニングとしてやる必要性は別にない。あの不可能なんがある、俺にそれは、うん、だってあれってそのね、あのバーディップスみたいなのとチンニングの組み合わせみたいなやつで、うん、負荷かかってる時間少なくなってるのにきついからっていうので、別に背中のトレーニングとしては全身運動やんな、うんうん、だからその別にストリートワークアウトが楽しくてやってる人たちはそれでいいと思うけど、背中筋肥大やりたいってなってる人たちにマスラップを勧めることはないね、うんうん、僕ね、うん、STR にね、あの DVG ローニング入れたい。あー、どんなやつか。 DVG ローニングってストライブのね。あー、ストライブのあの可変カムの、はいはい、あれね、総合入れるときすごくちょうどいいのよ、すべてのあれが、うん、あんまりやってないな。あったらやるくらいな感じやな。他なんか背中ってあるプルオーバーマシンは、マシンのプルオーバー、あれね、細いやつここかな。悪くはないよね、うん、あったらやるけど、まあ俺もそこらへんかな。やっぱケーブルのハマりがいいんだよな。メーカーがどうなんですか。ノーチラス。あ、ノーチラスか。ノーチラス以外あんま見かけんすよね。ハンマーも一応あるのかな。知らん。え、あれ、あそこ、あ、リフトね。そう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 、あ、あれハンマーやったっけ。だったと思います。でも昔のノーチラスが一番いいね、太くない、うん、細いやつをね。そうそう、なんで EBO からね、エボから太くしちゃったんだ、ね、あれは分からん、謎。じゃあちょっと一通り、あの、説明を軽くしてもらって、はい、締めて終わりますか。It's a ganglion magic。 お客様の声とか聞いてないですか、誰か。まあ僕、まあ毎度 MC 最高とは聞くよ。あ、でもそのスタートのね、つなぎが運用は分かんないんですけど、スタートあんな感じで始まっていいかなと思うんですよ。なんか僕毎年思ってるんですけど、うん、なんかもうちょっとかっこよく始める方法あるんじゃないかって思うんですけど、まあ、開幕っつって安定して音が鳴らしてみたいな、ね、そうそうそう、なんかそれが僕が始めていいのみたいな、うん、なんかその司会だけど主催側だけど主催ではないじゃないですか。あ、なるほど。だからなんかもうちょっとこう動画で始まるとかやりたいね。うん、なんか、まあ、まあ広島だけでいいと思うんですけど、それやるのは。僕一応監督に、あの僕あんま前に出たくないし、なんか邪魔になりたくない、うん、もういい大会にしたいだけなんだけどって言って、僕の最初の挨拶いらんくねって言ったら、うん、いらん、なしでいいならなしでいいと思うよって言われてなしにしたんだけど。じゃあなんか動画かなんか欲しいですよね。じゃあそれこそこうやって、どうやろう。でその動画がまあ大阪は無理じゃん、はい、それで言うと僕の挨拶ぐらいしかない、なんていう、主催でもないしってなったら主催の挨拶がいるんかなとか。でも僕の声でも最後でいいですよね、原さん。そうで、僕の声ってあんまりステージ向きじゃないっていうのはすごい自覚があるから、うん、柔らかいですから。そういう終わった時の声ですよね。それは動画は、あの、多分てか、去年も多分それでできたよ。一応なんか、始まりますみたいな動画流したよね。あ、そっか。うん、去年は流してて、うん、でそれは広島だからこそので、で、演出がない分、どうそのアナログで演出をするかっていう話だと思うんだけど、うん、じゃない、
じゃあ、なんかプロ戦はあれっすよね、山岸さんが開幕みたいな言いますよね、ジャパンね、はい、ジャパンプロとかね。だからレモンメンバー4人ステージに登って言うとか、あ、それもそう、はい、オリックス最高みたいな言ってるじゃないですか、その感じで全員で行きましょうみたいな感じで、山岸クラシック開幕みたいなのをお客さんの声も合わせてみたいな、おもろいかもしれないですね。確かにかもしれないね、すごい、まあ、多分広島の始まりと比べてぬるっとしてたっていう、だから演出面のことかもしれない、うん、はい、じゃあ特にないでいいですか、うん、こんな感じで反省会してます。レモンチャンネル、チンニングとかは言わずもがナイスですよね、うん、もうこれだけあれば十分とまでは言わんけど、かなりいい種目、うん、まあ、ラットプルと一緒か。ラットプルはいろいろバリエーションがつけれるけどね、初心者から上級者まで行ける、うん、僕チンニングとラットプルダウン一生のうちしかできないって言われたらラットプルにするから、あ、本当、うん、重量選択の幅が広いだけでも、まあね、強いかな。え、チンニングはこれアシスト入れちゃダメなの？アシストを入れてもいいけど、にしたって僕はラットプルの方がいいかな。状態の角度の倒し方とかその辺とかの変化もつけやすいし、まあね、でもやっぱチンニングの方がダメージ感はあるんだよな、うんうん、だから俺チンニングかな。あ、でも僕そもそもチンニングとラットプルって効く場所が違うんですよね。本当、うん、ラットプルはその背中の中心に入る感覚あんまないんですよ、うん、チンニングはもう本当にツリーの側のこの下背、下背の感じね、うん、あそこにピンポイントでヒットするね、うん、僕は、うん、もうだからラットプルダウンは後背筋でない、チンニングはクリスマスツリーのここって感じで、その分けてます。なるほどね、まあ、後背筋ではあるよね、後背筋ではあるんですけどなんかね、もう感覚が全然別物、うん、まあでも確かに言われてみればチンニングの方が本当下背感が強いね、うん、ラットプルの方が大円も含めって感じはするかも、うんうん、で、まあ僕は基本的に、僕の話しちゃって、うん、もちろんもちろん、うん、まあ基本的に、うん、やっぱ背中のトレーニングは上に手を上げて持ってくるっていう方が重要度としては高いかなと思っちゃって、うん、前から引く系よりかはもうチンニングもラットもラットプルもケーブルプルオーバーも基本上から持ってくる種目が多い。で、シールドと DVG ローインカー前から持ってくる種目だけど、こいつらは僧帽筋の種目として僕は採用してて、この2つは特にいいなっていうふうに思います。で、それらに比べると前から行く系の種目っていうのは、まあ、全体的にちょっとね不完全な可動域の収縮種目になりがちだから、こいつらにはちょっと勝てない部分が多いのかなっていうふうに思っちゃうから、もちろんいい種目ばっかりなんだけど、ここにしっかり差を持たせてるっていう感じです。なるほどね。胸の時は A から上しかやんないみたいなやつじゃないですか、うん、でも本当にその通り、基本 A から上、ハードデッド、ダンベルプローバー、マシンプローバーやらないし、ここも言わずもがなんで、うん、A から上でチンニング、ラットプル、シールドをは、あとケーブルプローバーか、この4つはほぼやるね、うんうん、やらないことの方が少ない。これないもんね、うん、DVG ローインが一旦置いといて、その中にフロントプルとかトゥーリーローが入るみたいな感じ、うん、まあ DY ローだったりもするし、うん、まあ、場合によってはこことかも入ってくる、たまにこいつも入るみたいな感じだから、まあ本当にここを中心にこいつらも入るぐらいの感じです。まあ俺に関しては背中が得意ではないから、こういうワンハンドローとかベントオーバーローとかすごいいい種目やと思うけど、やっぱり逃げる部分が多いから固定されとるものの方が好きっていうのはあるかな、うんうんうん、軌道が固定されてそれをとにかく力いっぱい引けばなんとかなるみたいな感じはあるかな。ケーブルプローバーはやるときはやるけど必須ではない、アップだったり仕上げだったりでやるけど、でもだから基本はここだね。なんかエニタイムで背中をやる日はもうあるマシン全部やるしね俺、うん、いいんかどうかわからんけど、とにかくボリュームこなしてやろうと、得意じゃない分っていう感じでやるかな。はい、チームピボットでした。はい、はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。みんなのティアがあったら書いてください。はい、読みます。そしてへーってなりますはい、レモンチャンネルのこんがりとハームちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ノビス今日終わりました。1時間待ったのでこんな声になってます。エッソでーす。大阪大会頑張ります。チケットまだまだ発売中、みんな来てね。